寝る部屋決まりました。一人で。一人一人がね、いや6人寝ようよ。なんで6人寝ようよ。お前最年少で最年少やから。静かにしろ。うわロケの冒頭、この屋敷に農民の霊が出ると伝えましたが、すべて嘘です。ドッキリです。全く心霊スポットではありません。はーい、マジかよ。よかった。でもこれ知った上でもう一泊してんじゃん。いや、そしたら全然違う楽しみができるもんな。次はバーベキューしたいですよ。そうやな。どうも、エルです。何あんなさ、荷物持って撮影始まることある？まず言うやねんって始まり方が。荷物持ってよ。今ほんまにそこついて、はいはい、じゃあ撮りますって言われてこれ渡されてる。内容わかんないですもんね。そう、はい、ほんま嫌よ。でもちょっと、ま、山々よね、はい、山々山々場所的に。いやいや、すごい場所に来たね。今回何をするか、はい、はい、お願いします。以前、まあ、全グループ横断の占い企画で、はい、ありましたね。まあ、ご褒美か罰ゲームか皆さん、うん、ね、全グループ1のせいやくんがくじを引いて、はいはいはい、ありましたね。それです、はい、心霊スポット1泊2日です。でしょうね。宿泊の用意持ってきてくださいって言われたから。予感はしてた。さっきマネージャーさんから、はいはいはい、今日どこの心霊スポット行くんですかって聞いて、いやちょっと調べたんですけど出てこないんですよ。もうな、そんなことある。逆にどうやって見つけたの？調べたらこういうのどこのつて。いややな、怖いな。なんかあってくれたら遅いからね。こっち、これこっち右やって、マジケンそこ右やって。お、なんか渡されたよ、紙。なんかちょっとメッセージ、ちょっとみんな見よう見よう見よう。あ、また入った、ごめん。カード渡されました。はい、はい、この屋敷は約200年前の江戸時代後期に建築され、国の有形登録文化財に指定されている建物。へー、やん、すごいところやん。かつてこの辺りは宿場町として栄え、徳川家も伊勢神宮参拝の際にこの屋敷を宿としていました。へー、すごい、すごい。ただ、ある夜幕府に腹を立てた村の農民たちが集結し、この屋敷に宿泊していた徳川の家来を襲ったのです、しかし奇襲攻撃は失敗、農民たちは全員直ちに打ち首に。打ち首、うん、以降この屋敷を含め土地一帯に農民たちの怨念が今もなお、夜になると村のところどころで農民たちの霊が多数目撃されている。目撃されている。だからもう見られてんのよ、農民たち。土地一帯やからもう。いや、綺麗綺麗、普通に。中もめっちゃ綺麗よ。え、玄関でかっ。お邪魔します。いやいや、なんか俺ワクワクしてきた。でもうわ、一番危ない。そういう気持ちで来る人が一番あれなんですか。こっちの部屋から見ていきましょうか、畳の方。中に近い、はい、うん、分かっていいよ。へえ、いや、ちょっと怖いね。なんかこの畳がちょっと湿って、湿ってる、踏み心地がすごい嫌な質感してる。行かん方がいいとかない？あっち側にも部屋あるみたいなんで行きます。あっちの方見てみましょうか。うわー、ちょっと待って。うわー、ちょっと待って。嫌なもん見てもうた。すごい、すごいわ。おお、人形系はやばいよ。人形、いやー、そんな取らん、取らん方がいい。もう取らんでいいよ。よくないな、そのままここでねえよ。絶対嫌よ。マサヤの、はい、寝る部屋決まりました。一人で一人一人がね、いや、6人寝れようよ。なんで6人寝ようよ。最年少で最年少やからね。静かにしろ。うるさい、うるさいな、うるさいな。まあ時間もちょっと夕方に近づいてまいりましたので、はいはいはい、まあそろそろ、まあ晩御飯の準備とかしていこうということでございます。へ、あとお風呂が薪を使った五右衛門風呂があるそうです。すげえ。お米担当チームとお味噌汁担当チームと、うん、お風呂用の薪割りチーム3チーム、うん、分かれて、なるほど、巻き割り、まあ、準備していこうということでございます。なるほど、風呂やろうかな。巻き割りしたい。お、じゃあ巻き割りしたい人、はい、したい。じゃあじゃんけん、じゃんけん、じゃあ勝った2人にするか、うん、いいね。最初はグッ、じゃんけん、はい、あいこでしょ、あいこでしょ。うわ、ちょっと待って、俺最初に言ったやん。なんかある、なんかあるんちゃう。なんか俺やばいよ。それしゃあない。なんかあるっすよ。気分のなんかある。じゃあ巻き割りチーム2人。はい、やったー、しゃあない。やりたいことある人は、僕は味噌汁。
あ、でもじゃあ味噌汁かな。じゃあもう味噌汁かな。じゃあ味噌汁。わー、じゃんけんやね。じゃんけんやね。最初はグー、じゃんけんはい。あいこでしょ。なんかある。嫌われてるよ。嫌われてるね。一回もじゃんけん勝ってない。やりたいことことごとくできるね。じゃあまずちょっと火起こすところから始めましょうか。ほい。火を起こす。ちょっとね、薪があるんですよ、ここに。どういうのがいいんやろ。これいっぱいあるから、これ持ってきます、とりあえず。細かいのにしますか。細かいのって細いの、どんぐらい細いのって、これ太いぐらい燃えそうなの。楽しそうな声聞こえんな。やっぱ薪割りが良かったな。薪割りが良かったかもしれない。薪割りって言えばよかった。メンバーのこと思いながら割りますわ。逆やろ。佐野じゃあ、いやいやさ、スピリ上げてるし、ちゃう気持ちよくない、せいや、まさかの吉典、小島健、気持くないって、貴様、リチャード、ケイタスキーで上げられてても、気持ちよくないって下手くそやな、なんか全然横向いてるやん。全然笑えねんけど、なんでそんな下手の。タンクトップ、いいね、いいよ、いいペースじゃない。いきますね、うん、細いのにまずはつける。お、いいんじゃない、こっから映るんじゃない、ね、ついてるかな、あ、奥の方でもついてる。いいな、こういうので炊くご飯、うん、初めてですね。俺も初めてやわ。つけますか。バーナーの助かる。こちらでいきましょう。おい、うわー、すごい、ついた、もうついた？あ、もうついてません、これ早ない？来た、そんなちゃっちゃとついちゃっていいの？盛り上がってるな、外盛り上がってるな、めっちゃ気になるわ、外巻き割ってるだけやな。巻き割ってんねやんな。好きな食べ物こんだけ火上がってたら、いちごって言ってるアイドルがいたんですよ。クールポコさん来てる、来てるよな。クールポコさん来てるよな、今。挨拶しに行きますか、ちょっと。なんかさっきクールポコさんが来てると思ってんけど俺。え、挨拶しようと思って来てはらへんかった。巻き割りしてるだけよ。あ、ほんま。でもここはクールポコさんも出るって噂やから。ちょっと待って、現役のクールポコさんが生き量が、生き量で、生き量が、あ、そっか、勘違いか、勘違い。先輩おるやん。あれ、あれ、男なのに好きな飲み物はコーラっていうやつがいたんですよ。なーにー、やっちまったな。男は黙ってちゃっ男は黙ってちゃっ。よいしょ、生き量で出てるからやっぱちょっとクオリティ下がるんやな。そっか、ちょっと薄れてるんや、ちょっと。あ、いや、いい感じ、いい感じ、すげえいい感じ。あ、ほら、あ、ちょっと中身一体覗いてみよう。いきますね、全然熱ない。はい、おい、もういいよ、いいよ、いいよ、いい感じ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 やね、めっちゃいい感じ、ええやん、ええやん、達成感あるわ。え、じゃあ揚げとかも全部入れますか。全部入れようか、入れちゃおう。あ、それ羽、そうだよ、怖かった、今。怖っ。おお、すげえ、めっちゃいいやん。あ、これのお水を沸かすってこと、下から。あ、チャックしまーす。おい、すい、ファイヤー来てるやん。え、めっちゃファイヤーやん。めっちゃ怖いもんやん。いいやあ、もう何なんすかね、気になるよな、これ。ずっと気になるな、これ。上ばっくらいから見えへんし。え、行くの上。ちょっと、行ってみます。いや、いいね、くそいな。え、怖っ。いや、それなんかちょっと二人で行かんほうがいいじゃない。あの、一人上がってから一人行ったら確かに、しなってるもん。え、何ここ、何ここ、何ここ、どうした、どうした、どうした。いや、おるって、なんか絶対見てよな。後ろから押すな、おい、後ろから押すな、後ろから押さんといて。え、ちょ、ほんまに怖いねんけど。怖い、怖いよ。待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い怖い怖い、怖い、床上がってこよう。怖いよ、これ床えぐい。え、土やん、土や、土や、え、床土な、土や、土や、土やわ。上がれ、
見たいけど行きたくない。行きたくない。何それ、何それ大勢。頭上にこれはやばい。何それ、あれじゃない、何それ。だからそれ打ち首とかするとき用のやつじゃない。うわ、ちょ待って待って待って、何の急にすごいこと言うんや、そんなとこで落とすで。うわ、なんかすごいな、落とす発射みたいな。のいやでも今のなんか発言でめっちゃ思い出したわ、心霊スポットやっていうこと、打ち首があった場所やっていうの。まあいやいや、あ、帰ってきた。そうそうそう、大勢置いてきた。こんなあんなとこ一人にされたらマジで無理だ。うわー、どうせ大勢一人わけか。どこ行ったん、ごらんや。おい、なんで帰ってるの。そこマジでちょっと嫌な感じしたから俺。マジなんかもうこことは世界が違う。ちょっと分かっていいですか、僕も行くの。こんな軽い気持ちでいいっていうとこ。いやあかんね、ほんまに行く以上。あ、軽い軽い、めちゃめちゃ軽いんや。怖い。え、これマジで怖いな。え、めっちゃ怖いんですけど俺マジで。お願いします。すいません、失礼します。はい、こちら見てみますか。あ、見てください。何これ。あー、え、何これ。ここだけコンクリートやろ。ちょ待って、もうほんまにやめて、もうほんまにやめて、マジで。おい、押すなよ。ガチの押すなよ。乗りちゃうねん。早く行って。乗りちゃうねん、マジで。お前おるぞ。やめろ、ほんまに。早押し、マジで。やばい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 、ちょっとやばいやばいやばい。怖ないですかこれ、やばない。よし、帰ろう。帰りますか。じゃあということで、晩ご飯が完成したということで、いやー、うまそう。お米めっちゃ綺麗じゃない、うん、いい感じ、うん、こんな綺麗な。これさすが小事件やな。いい、そうや、俺もやったし、頑張ったな。俺もやったよ。で、味噌汁もちょっと僕とリチャ君がねえ、はい、揚げとかめっちゃうまそう。うまそう、めっちゃうまそう。いや、早く食べよう。お腹空いた。ではいただきます。いや、でもマジでうまそう。いや、匂いが違うわ、普通のご飯とは。いただきます。あ、いただきます。おいしい。 あ、うまい。え、うまい。うまいよ。おいしいよ。ご飯と味噌汁だけかって思ってたけど、全然いけるわ。日本人この空気で。あ、確かに、うん、さっきさ、リチャが俺あっちの方怖いねんなって。うわ、今日サロが出るとかよ。まあ、やっ決まってんねん。ちゃんと自分の部屋見てこいよ。うん、何でも人形タンなんか不審者おらんかなとか、自分の部屋。え、マジで気付くじゃん、ほんまに。リアルに。なんで悪いの。行ってきまーす。気付けて。気付けてな。すげえ。もう絶対行かない。あー、ちょっと無理かも。なんかもう、さっきまでと全然違う。もうこの感じが。うわ、なんか、怖い。照らしてる方が嫌やわ、なんか。うまいな。照らしてない方が怖くないもんね。え、でも照らしてない方が怖い。うわ、もうなんか明かりやめてよ。うわもう無理やりですとかワーンとか出して言わんと俺だろ。俺らは言わんと言わんから。2人一組になって、はいはい、このお屋敷内で心霊写真風の写真を撮ってきて。もうあかんだらあかんって、そういうのほんまに。いや俺も書いてるから読んでるだけやから、やりたないよ。読むなよ。読むなよ。小島さ、うん、こっち、ここ中入ってさ、ちょっとだけ開けてさ、ちょっと顔だけ出して。えぐ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 。何やねん、何やねん。じゃあ顔だけ出してよ。無理じゃん。じゃあ俺こっち。なんでよ。えぐ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、無理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 。マジで顔してるわ。ダメ。この人。ちょうど可愛いよ。あー、いいね。そういうことか。めっちゃちょうど可愛い。うい。おー、なになになに、もう。今、ポンポンって。誰が、え、トントンってしたやん。お前か。え、こいつや。あ、虫。あ、もう環境音。ほら、うわあ、虫。ああ、でかいな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 。もうちょっと、ほんまにやめよ。
やめ、ほんまにやめよ。まだ、まだ虫がいたの。でかい虫。でもそんなじゃあもう大きい声と大きい音、ほんまやめよ。これちょっとルールで決めよう。わーわーびっくりした。なになに虫、なんかぶつかったよ。もう大きい音じゃあ、いや当たってくんね、この虫。光に寄ってくる、消そう光。どこで撮ったの？それ一番怖い。うわぁ、あの2人ちょうど相手を2人で撮ってる。うわぁ、来たー！危ない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 。ほんまにびっくりするんすよ。もうちょ、マジでいや、もうほんまになってきた。ちょ、なんかわかんないけど、俺技かけられてない。なんかわかんないけど、ちょっともう腕の関節いきそうやねんけど、今こんなツイストみたいな。痛いな。うわぁ、来た来た来た。心霊写真っぽい写真、はい、誰から見ていきますかね。じゃあ僕たちが行きます。お、閉じます。セーザーチーム、うん、心霊写真はこちらです。どどん。おぉ、うわ、ほんまに心霊写真の写り方やん。すげえ怖。右肩におる。なんかそうなんです。お気づきでしょうか、のナレーション流れそうやな、これ、うん、しかもこれの中も結構怖いところで成分取ったから。あ、そうなんです。なかなか怖い。なんか怖かったね。なんか怖かった。これですね、私たち自身、はい、それで言うとちょっと僕ら構図は似てるかもしれないです、うん、あ、そうなんですか、うん、こちらです。あ、はい、あ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 、マリモがお分かりいただけたら。お分かりいただけたら。これですよね。うん、あ、ゾウの糞これぐらいある。ゾウの糞や。まあ、ゾウや。怖いやろ。いや、机の上にゾウの糞は怖いやろ。怖いやろ。怖いけど心霊やろ。怖さの種類が違うから。違う種類で来たね、怖さ。じゃあ続いて最後の、はい、部屋。はい、その次のね、この部屋を人形の写真撮ったんですよ。え、これ女の子見ませんか。あ、半開きの女の子。え、半開きの女の子。ドア半開きの女の子みたいな。あ、見切れてるってこと。そう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 。これは俺の指。え、どういうこと。俺の指をここに置けて心霊写真撮って。心霊以上に怖い人。後ろから手出して。後ろから。あー、そういうことか。何や、全然怖ないやん、これ。じゃあ、こうこうなってる。え、こうなってる。はっきり指やったらめっちゃ怖かったけど。そうやな、もうちょい指の方が怖かったな。じゃあ自分のチーム以外の写真、はいはい、せーので指写しましょう。 OK です。せーの。おお、ということで3票獲得した草間まさかのチームは主優勝。おぉ、いいやけど。ちゃうやん、これ。やったー。ちゃう、これマリモの観察に怖い。育てすぎやろ。2週に怖いよ。どういう流れでこれしようってなったんかが一番怖くない。この2人が優勝チームのご褒美は、はい、何何。なんと食後のみかんをもらえるそうです。おほー、おほー、もっと喜ばな。いや、もっと悔しがれよ、逆に。逆にもっと喜んでほしいわ。確かに、優勝チームの2人が。もう一回、もう一回取り直します。ちょっと反応悪かったから、もう一回取り直そう。テイク2なんだ。もう一回取り直そう。なんと、え、食後のみかんがもらえます。よっしゃー、みかん。みかん、そんな喜べんの。まあ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 、裏切り者やねん。あー、気持ちいい。ちょっと待って、なんかすっごい嫌やわ。すっごい嫌やわ、今。ちょっと一人で戦闘して。一人でしないで。一人でしないで。熟してますよ、みかんの食レポ。美味しいよ。ただのその辺で言ってたみかんの食レポが始まります。やめてくれ。いただきます。おー、贅沢。みかん食ったどうなる。ええなーってないもんな。美味しい。え、あんまじゃあ甘いで。いや、でもちょっと食いたくなって今まさに。俺見ても食いたくなって。